カーバ。カーバ、または、は、メッカ、マッカのマスジドハラームの中心部にある建造物で、イスラーム教、イスラームにおける、最高の聖地とみなされている聖殿である。カーバ神殿、カーバ神殿とも呼ばれる。カーバの南東角には、イスラームの消防である黒石が、金目石として据えられている。カーバは、元は、イスラーム以前、ジャーヒーリアにおける、 アラブ人の宗教都市であった、メッカの中心をなす神殿であったとされる。カーバとは、アラビア語で、立方体を意味し、形状はその名の通り立方体に近い、縦にやや長い。カーバの歴史は、非常に古く、イスラーム以前の時代には、アラビア人の信仰していた、多神教の神々の神殿として使われ、アニミズム時代、ジャーヒリーや、無名時代には、 360もの神々の製造が置かれていた。当時の川場神殿に祭祀されていた360の神々の最高神はアッラーフであり救済を司る神として崇められていた。また、アッラーとマナーとアルウッザーという三女神の父とされていたサイン一体も参照。アッラーフを除いた神々の中での最高神が月の女神であるアッラーと アラーフの女性主系、アリラとアルラと共であり、月経を司る五国宝城の老婆の女神であった。なお、イスラーム教は純粋体陰列であるヒジュラ歴を採用している。アラートの御神体は天然ガラスである黒曜石、もしくは隕石由来のテクタイトでできていると言われており、アニミズム時代はガツからの隕石と信じられていた。現在この黒石は、 カーバ神殿の東南閣に定重にはめ込まれており、イスラームの巡礼であるハッチにおいてこの石に触れることができれば大変な幸運がもたらされると、イスラーム世界では信じられている。端は、イスラーム成立期のアラビア半島での伝承を色濃く残しており、考古学的にも大変興味深いものである。ムスリム、イスラーム教徒の伝承によれば、カーバはそもそも神が、 人類の祖である、アーダムとその妻ハウアー、イブに命じて建設させた聖殿であり、その周囲を回ることは、天上の神の玉座とそれをめぐる天使たちの地上における再現で、神がアーダムに命じたことであるという、旧約聖書の創世記には、カーバ神殿の記述はない。しかし最初のカーバの建物は、ヌーフ、ノアの時代の大洪水によって失われたとされている。 イスラーム教の聖典、クルアーンによると、カーバの場所は大洪水以来その場所が分からなくなっていたが、預言者、イブラーヒーム、アブラハム若カから、カーバの場所を教えられた。そして、イブラーヒームは、息子のイスマーイール、イシュマエルと共にカーバを建設した、という、第二章、メウシ125から127節。その後、カーバは、イスマーイールの子孫である。 アラビア人が信仰の中心とする神殿となったが、やがて、イブラーヒーム親子の神聖な一神教は忘れ去られて、多神教の神殿となったとされる。イスラーム教の事実上の創始者で最終かつ最高の預言者とされているムハンマドイブンイコールはブドゥッダーフの生まれた時代、カーバはこの地の豪族である暗い種族が管理していて、その当時メッカは、 アラビア半島の交易路の十字路だったために、キャラバンの避難所としても使われていた。そのキャラバンは当時支配的だった、多神教の偶像をカーバに奉納し続け一年に、ちなんだ考えられる360もの偶像があった。しかし、多神教と偶像を否定するムハンマドの起こしたイスラーム共同体は、クルアーンを通じて、カーバを宗教的に重要な場所と認識していた。 このためマディーナへ移転、ヒジュラしたムハンマドライスラーム共同体則は628年に交戦中にあったクライ種族側と交渉し、メッカへの小巡礼、ウムラを行える、要10年間の休戦を訳したフライビーヤの和議。翌629年にはムハンマド自身もメッカへの小巡礼を行っている。しかし、その後も巡礼中などでの部族間の人情事件が絶えず、 これを口実としついに六百三十年に預言者、ムハンマド率いるムスリム軍がアブースフヤーン、ムアーウィア一世の父を筆頭とするクライ種族のメッカを無血解除をして征服した。この時蒸気のアルダートの御身体とされていた黒いを除く五十九の製造がすべて破壊されて、明日ともにイスラームの聖殿とし、同時に伝承によるとムハンマド自身の手によって 黒いは、別され、カーバの建物の東の角に据え付けられた。このため現在でもカーバの内部は天井を支える柱、などを除くと、装飾のない空洞になっている。カーバは、世界が創造されてから最初に、神聖の唯一神であるアンラーフに奉納された、聖殿であるとされ、イスラーム教における、最高の聖地とされている。ムスリムはムハンマドがマディーナにあって、 当地のユダヤ教徒との中が険悪になった頃、礼拝する方向をエルサレムの方向からカーバの方角、キブラに改められ、以来、一日五回の礼拝はカーバの方角、キブラに向かって行われるようになった。カーバのあるマスジドハラームを除く世界のすべてのモスクは、必ずキブラの方向にミフラーブというくぼみを持ち、モスクに集まったムスリムはミフラーブを目印として、 カーバに向かって礼拝を行う。ただし、ムスリムにとってカーバはアッラーフでもなければ、それ自体が聖なる建物でもない。また、ムスリムは聖地であるカーバに巡礼することを義務とされ、メッカに赴いて、巡礼に参加する余裕があるならば、一生に一度カーバに巡礼しなければならない。五行の一つ恥、とされている。カーバの基本的な形は、ムハンマドの青年時代に、 火災で損傷したカーバが再建されたものであり、1630年の大改修を経て現在の姿になった。建物は大理石の基盤の上に立つ石像モルタル作りで、北東を正面とする立方体の長さは約10メートルあり、北西と南東を向く側面は約12メートルの幅を持ち、高さは約15メートルである。屋上は大理石が敷き詰められており、 北西に向かって雨どいがある。入り口は正面の高さ約2メートルのところにしつらえられており、普段は内部に入る必要が全くないので階段は外されている。内部は3本の柱で支えられた空間になっているが、ムハンマドが空像を破壊して以来何も置かれていない。東の角にはイブラーヒームが建設した時以来カーバに使われている。 物と伝承される黒石が高さ約1.5メートルの箇所にはめ込まれている。黒岩は大きな黒曜石でイブラーヒームがカーバを混流した時、天使が運んできたものと伝承されており、巡礼者が一人、数と着衣で拭って接吻するためすり減ってしまったので、現在は金属の覆いがかけられて保護されている。建物全体はキスワと呼ばれる黒い布で覆われている。キスワは、 イスラーム以前から神殿にかけられていたもので、カーバをすっぽり覆う黒い布に、金色の糸で聖なる言葉が刺繍されている。キスワは、毎年一度交換される奈良橋で、これを奉納する栄誉は、歴代のメッカの最高支配者によって担われてきた。現在では、メッカを、領土の一部とするサウジアラビア政府が、その奉納者であり、キスワもメッカ市内で制作されている。カーバが、 中枢に据えられたマスジド・ハラームは、サウジアラビア政府によって、エスカレーターなどの最新の設備を備えた立派なモスクに改装されている。マスジド・ハラームはカーラを中心とする中庭と、中庭を取り巻く二階建ての礼拝施設からなっており、モスク全体を合わせると、中華人民共和国の首都北京にある天安門広場とほぼ同じの約100万を収容し、同時に礼拝を行うことができる。 カーバを取り巻くようにムスリムが整然と集まって礼拝し巡礼のためにカーバの周りを周回する様子は写真によく写されイスラーム教のもたらす信徒同士の一体感の強さを示すものとして引用されているユニコードにはカーバ神殿の絵文字カーバがある楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください